前こそは真田幸村、徳川の方々、父へ参れ。キムラめ、一人で出てきよったか。なめおって、奴を撃ち取れや。敵は真田丸に詰め寄せ、ここまでは狙い通り。何としても平野口を守りきり、敵勢を押し返したその時が勝機。また行き止まりか。なんだこの敵勢は。手を止めるな。出丸など押し潰せ。この真田丸には父上の策が生きた。そのことをお見せしよう。隠し戸を使うぞ。俺たち二度までの徳川の大軍と対峙した際、父上はいささかも絶望しておられなかった。策に自信が終わりのためと思ったのだ。父上の覚悟だ。おお、急に幸村が出てきたぞ。全軍止まれ。貴様らが率いるは幕府の兵である。いたずらに数を減らさば、それは幕府への不忠であるぞ。守らねばならぬものがある。そう思えば命など捨てられぬ。攻め寄せるは増強ばかり。太平になれた徳川の将は戦の仕方をお忘れか。無礼、もう我慢できん。我らも行くぞ。開門。ついてこれるか。門前払いを食らわせ、敵の士気を削ぐ。門が開くぞ。突撃開門。狭い出丸に突っ込んでどうする。大い殲滅こそが大軍の利点だろうが。だが雪村、いかに策を労そうとこの数ではいくらも持つまいぞ。丸に踏み込めもせぬとは、昇圧に乗った挙句この始末か。バカね。天狗、南城元忠殿、大阪城内部を制圧。城殿がやったか。勝負は決まりだ。雪村の首をわしが。開門。南城殿はサスケが。そうか、この技法は。みんな苦労をかけるな。内通者だと。まんまとしてやられたな。この勢いを止めるのは至難。ならば俺の指揮で流れを御するしかあるまい。開門。さすがは高虎殿、良い指揮をなさる。いただくとしよう。これはいか。ついてこれ。開門。城内への扉が開くぞ。この木になだれ込め。中から鉄砲が。お前押すなよ。真田の策、味わって行かれよ。イノシシ武者かと思ったが、真田幸村、手の込んだ真似をしてくれるではないか。様を死なせる気か。雪村、
来た。鉄砲も恐れる急襲武者をどうさばく、雪村。隠し度に技法、おまけに隠し鉄砲か。雪村一人で迎え撃つなど大嘘ではないか。この真田丸こそ小賢しい真田の戦そのものよ。敵の勢いが強まる一方、銃弾の打ち手が危うい。銃撃で時間を稼ぐのにも限界がある。急げ。健在なるを見届けた。されここは譲れぬ。そんなものか。徳川は鉄砲が怖ければ止めてやろう。そなたら弱卒には槍一本で十分よ。雪村様、我らの撤退のために面目ありません。ご分を。わしが蹴りをつけてやらねばならんか。立てたい。出るぞ。開門。この戦で大名どもは徳川への忠を図られる。故に功は稼ぎたいが戦意は低い。雪村の策の真髄はそこよ。大名どもの心底を見極めての振る舞いこそがとんだ食わせ者じゃ。じゃがない雪村、それでは貴様に勝利はないぞ。よし、政宗殿が退けられればあとは行為は開けた。これより家康殿の首を狙う。